それでは続きまして第6試合、第3代クラッシュアンダー70キログラム級王座決定トーナメント準決勝に出場します。まず、登場いただきますのは青コーナートライハードジム所属松倉慎太郎選手の登場です。ありがとうございます。ご着席ください。続きまして赤コーナーバンゲリングベイスピリット中島裕樹選手の登場です。はい、ご着席ください。はい、両選手、今回初対決となります。先ほどの計量も、両選手ともジャストでクリアしております。現在の、お気持ちを松倉選手からお聞かせください。トライハードジムの松倉ですまあ今計量を終えて、まあちょうど移籍っていうか練習をトライハードでしてから1年くらい経って、体とかも変わってきて、ちょっと大きくなったりして減量とかも結構ちゃんとするようになってっていう感じだったんで、とりあえずまあ減量をパスしてよかったなっていう、スタートラインにやっと立ったって感じなんですけど、あとはまあ明日やるだけかなっていう感じです。それでは中島選手お願いします。計量終わって、まあ、ほっとしてるのと、結構長い間この試合に向けて練習してきたんで、まあ明日試合なんで、まあ、不安もあるし、まあ、ワクワクもあるんで、両方の気持ちがあるって感じで、はい、ありがとうございます。それでは両選手に、記者の皆さんご質問いただければと思います。お願いします。パートレビューです。まあ、何回も聞かれている件だと思うんですが、まあ、元2人、同門で、この試合、まあ、前日の今のその心境というのは今までの試合とちょっと違うものとなっては、どんな感じであるでしょうか。はい、では改めて伺ってみたいと思います。松倉選手からお願いします。まあ、本当中島さんと、まあ、こうやって向き合ってっていうか、相手としてやるっていうのは、まあ、昔だったら想像つかなかったしまあなんていうんですかね、本当、まあ、中島さんも自分もまあ似てはいないけど、その中島さんも他の同じ階級の人とは喋んなかったりずっとするのは、まあ、仲良くするとやりにくいからって言ってたのもあって、まあ、俺もなんていうんですかね、そういう、ちょっとこう近い人だとためらっちゃうとかあったと思うんですけど、まあ、これから先成長していく上で絶対こういうなんていうんですかね、成長しなくちゃいけないための一戦だと思ってるんで、まあ、自分をしっかり持って、中島さんが強いっていうことはすごいだから人一倍知ってるんで、その分その試合決まってからもだいぶ追い込めたし、まあ本当今までにない感情っていうかで今日まで来れてるんで、自分でも明日はすごい楽しみな感じですね。はい、応援よろしくお願いします。それでは中島選手お願いします。まあ、松倉が、まあ移籍してから、まあ、ちょっと試合ももしかしたら組まれるかなと思ってたし、まあ、松倉も移籍してちょっと、まあ、強くなってるのがもう試合見て分かるんで、まあ、この試合に向けて自分もすごい練習してきたんで、まあ、相手も強いし、まあ、楽しみです。はい、ありがとうございます。続いて、いかがでしょうか。両選手にお伺いしたんですけども、まあ、今の言える範囲で構わないので、まあ、明日の試合はどういったところがこう勝負の分かれ目になるというふうに考えますでしょうか。はい、松倉選手からお願いいたします。どう
当に中島さんは、まあ、ハートが本当に強くて、まあ、体も頑丈で、まあ、最近インタビューとか見ててもあの練習を昔に戻してっていうすごいその練習とかも知ってたし見てたんでどういうのすごいなっていうのも分かるし、うん、なんかすごい調子も良さそうなんで、まあ、ガンガン来ると思うんですけど、もう俺も移籍して本当上手くなってると思うんで、まあ、本当そのなんていうんですか、まあ、でも最後はだから勝ちたいっていう気持ちだと思うし、まあ、これの次もあるんで、勝ったらあの決勝戦っていうか王座決定戦もあって、中島さんはこの前挑戦したんで、まあ、気持ち的には絶対俺は挑戦したいなっていう気持ちは多分強いと思うんで、うん、あのジムでもみんなベルト巻いてるんで、俺も早く巻かなくちゃいけないと思ってるんで、まあ、そこの差はあるかなって思います。ぜひ注目してください。ありがとうございます。それでは中島選手お願いします。まあ、松倉も全部あのテクニックとかもパワーもあって強いんで、まあ、最終的には気持ちの勝負になると思います。で、まあ、自分自身ももっと上を目指す上でここで負けてらんないんで、はい、明日は勝つように練習してきたんで頑張ります。ご質問の方はいかがでしょうか。はい、お願いします。あのまたあのそれもお願いしたいんですけども、まあ、あのこの試合、クリアすれば次、ダノキ選手と、タイトルマッチがありますけども、まあ、そのベルトとかタイトルマッチに向けての、まあ、気持ちというのは少しお聞かせもらえますでしょうか。はい、明日は、1月の、もう一つの準決勝を勝ち抜きました山崎陽一選手も会場で試合を観戦する予定です。タイトルに向けて松倉選手お願いします。まあ、あのこれ勝ったら決勝戦っていう感じにはなると思うんですけど、もちろんだからその先のことも意識してるんですけど、まあ、本当中島さんの強さも分かってるんでそんな簡単なあれじゃないと思うし、まあ、しっかり勝ったら決勝はもう全然自分は問題ないと思ってるんで、これ勝ったらもう絶対ベルト負けるなって自分で思ってるんで、ここはすごい勝負どこっていうかっていう感じだし、まあ、記者会見とかあったらいつも俺なんかまあふざけてるわけじゃないですけど、もっとすごいなんかおちゃらけてる感じなんですけど、まあ、今回の試合とかに関しては、そういう感情が出てこないっていうか、まあ、自分としてもこういうの初めてなんで、まあ、新しい俺を見ててほしいですね。それでは、中島選手お願いします。まあ、決勝で待ってる山崎選手には負けてるんで、まあ、リベンジしたいっていう気持ちもあるんですけど、まあ、まず明日しっかり勝たないといけないんで、まあ、明日勝って、まあ、もっと上を目指す上でもう本当に負けられないんで、まあ、一個一個勝っていきます。はい、ありがとうございます。ご質問は、よろしいでしょうか。はい、では以上とさせていただきます。両選手最後に中央で、写真撮影にご協力ください。ありがとうございます。中島宏選手、松倉慎太郎選手でした。